ヌーノ・エルランデル・シモン・エス・エスピーリト・サントは、サントメ・プリンシペ・サントメ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、トッテナム・ホットスパー FC 監督。選手時代のポジションは GK。1996年のアトランタオリンピックに出場した。2008年の UEFA ユーロには、怪我をしたキムの代わりに、ポルトガル代表に初招集されたが、出場機会はなかった。2010年、所属していた FC ポルトとの契約更新をせず、現役を引退することを表明。引退後は、同時期にポルトを去ったジェズアウド・フェレーラ監督について、マラガ CF の GK コーチを経て、2012年5月にリオアベ FC の監督に就任。2013-14 シーズンには、タッサでポルトガルとブビンカップの2つのカップ戦で、決勝まで進出し、クラブ史上初の UEFA、ヨーロッパリーグ出場権を獲得に導いた。2014年8月4日に解任されたフアン・アントニオ・ピッチの後任としてバレンシア CF の監督に就任することが発表された。2015年1月には2018年まで契約を延長した。結局このシーズンはレアル・マドリード相手との試合で1勝1分を収めるなど、リーグ戦で4位に入り翌シーズンの UEFA チャンピオンズリーグプレーオフへの出場を決めた。2015から16シーズンに入ると CL プレーオフで AS モナコを2戦合計 4-3 で下し本戦出場を決めるもグループステージ敗退の危機などチームの調子が上がらないことに加えてリーガ・エスパニョーラでの低空飛行、巨額の移籍金を要したにもかかわらず決定力不足の FW、アルバロネグレドを4試合にわたり、招集外にする補強をめぐりフランシスコ・ルフェテ SD と確執が生じるなど、サポーターや選手からの求心力が低下した。13節のセビージャ戦の試合前に、セビージャ戦の試合結果に関わらず辞任する意向であることを表明し、11月30日に退任が正式に発表された。2017年から4年間は、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC の監督を務めた。2021年6月30日、トッテナム・ホットスパー FC の監督に就任。ありがとうございます。